大多数の、国民にとってはですね、働き方改革につながったりとかですね、子育て支援につながったり、さまざまな問題を解決するツールになると思います。多分必要なのはですね、お金ではなく多分コンサルティングなんですよね。竹中平蔵さんが所得制限付きのベーシックインカム7万円を導入して、見たらどうかという提言を出したところ、ツイッターなどですね、ネット上がですね、竹中さんに対するですね、批判で溢れ返っているということについてですね、その7万円ベーシックインカムの妥当性についてお話をしてみたいと思っております。まず多くの人たちが誤解してるんですけれども、この7万円というのは個人に支払われます。0歳児からですね、死ぬまで毎月7万円が支給されるということで、例えばこれ4人家族だったら月28万円になっちゃうんですね。28万円って結構な額ですよね。大多数の国民にとってはですね、働き方改革につながったりとかですね、子育て支援につながったり、様々な問題を解決するツールになると思います。生活保護を受給するにもですね、調査員が調査をして面談をしてなんて結構めんどくさい手続きが必要なので、それをめんどくさがって支給を受けない人、あるいは生活保護なんか受けたくないということでプライドが高くてですね、受給できない方々、困っていてもですね、そういう制度に頼るのはですね、嫌だという人たちも多数いらっしゃいますが、これベーシックインカム、強制的にお金送られてきますので、別にみんながもらってるお金なので、プライドが高くてもですね、気にせず実況することができるので、僕はですね、多くの貧困で困ってる人たち、あるいは対人恐怖症とかいろんな問題を抱えてですね、困ってる人たちをですね、助ける手段につながり、多くの人たちがベネフィットを得られるというふうに思っております。これに対してですね、いろんな人たちが、例えば単身者の疾病を抱える、あるいは障害者、そういった人たちがですね、困ってしまうんじゃないかと、今はですね、もっとお金をもらってるのに困るじゃないかっていうふうなことを言われる方いらっしゃいます。どんな制度もですね、新しくできるときはですね、誰かが絶対割を食うようにできております。ただその割を食うレベルの問題ですよね。よくあるのがですね、例えば新型の iPhone が出たら欲しくなって、分割払いでですね、月5000円ぐらい払って新しい携帯を買っちゃったりとかですね、通信キャリアの通信プランをですね、何も考えずにですね、そのまま契約しちゃってしまう人とかですね、そういった人たち、多分必要なのはですね、お金ではなく多分コンサルティングなんですよね。そういった人たちに必要なのは、ですので僕はこのベーシックインカム導入にプラスしてですね、既存の生活保護課であったりとかですね、年金あるいは健康保険、そういったところに従事する人材がですね、必要なくなってしまうので、そういった人たちがそういったコンサルティングにもあればいいんじゃないかなというふうに今私は考えております。